よし、着替えも持った。今日は曇り予報ですが、なんか強烈な晴れ間が出そうな気がしますね。出発します。やはりここからの眺めは最高ですね。幸せ。毎朝ちゃんと飲んでますよ、定番メニュー。はい、パイプに来ました。昨日ここ開けるの忘れてましたんで開けます。はい、全開で涼しそうですよね、このパイプハウス相変わらず。そしてこちらの必須アイテムを丸屋根に持っていきます。朝の6時、巻きひげがピョーっとこう斜め45度ぐらいに上がって元気そうですね、よかった。そして地温は今30度でした。こんなもんですかね、ちょっと暑いですかね、やっぱり。はい、こちらマルチめくり上げましたが、結構乾いてるかなと思ったけど十分湿ってますね。こちら兼ね備え1号、昨日しおれてた場所ですけど、ちょっとベッドが暑すぎて乾いてるんじゃないかと思って覗いたんですが、そんなことはなさそうなので、このエバフロー乾水とりあえず今日は見送ります。はい、こちら葉っぱの先っぽ見てください。これ葉水がついてますね。これはですね、焼け知らずの M クス君はしっかり根っこが動いて水を吸ってるようですね。はい、何度か新焼けしたアドミナルは全然葉水が、はい、ありませんので、これは株元乾水した方がいいかもしれないですね。こちら瞳ですけど、瞳もやっぱりなんか水が足りてなさそうな感じがあります。そしてもちろん兼ね備え1号もってことで株元乾水やります。今日もいつもの活力液を入れますが、前回よりはちょっと希釈大きめで薄めでいきます。はい、はしご3日目ですけど、見てください、根っこが出てきてるの分かりますか、マリーゴールド。そして結構ですね、これちょっと埋めときますが、結構出てきてますね。はい、これもそうですね、根っこが下に突き刺さってますね。いいぞいいぞ、いいですね。パッと見分かんなかったんですけど、しっかり発根してますね今。やったぜ。はい、皆さん見てください、これ結構根っこが出てきてますね。これ竹パウダーゾーンですね、結構出てます。はい、1,2,3 ってことで、こちらはですね、あの竹パパウダーなし、有機リンを入れたところなんですけど、こちらもまあ根っこはこのように出てきてますけど、私が今までよく見る根の張り出し感じですね、張り出す感じですね。そしてこちらはアドミラル、まあ、品種も違うんですけど、はい、こちらも竹パウダーなしの、これが品種はひとみ茶ですね。これがアクアリフトを約 5g 株元に入れたやつですけど、まあ、これも私はよく見る根っこの張り具合ですね。最後こちら兼ね備え1号のソイルチャージアルファですね。やっぱり根っこがすごい出てきてますね。やっぱりこれはもしかしたら竹パウダーよりも根っこの発生率がすごそうですね。株元乾水終了ですが、ソイルチャージ巻いたやつ結構ですね、太いしっかりした根っこが出てきて、さらにそこから根っこが分かれてるみたいな、それが印象的でしたね。こちらの呼び苗なんですけど、こちら2本用意しました。これ兼ね備え1号ですね。そして今ですね、このナジラミをこれか指で潰しましたと思って、ここにアベール一応入れといたんですよね、昨日。正解ですね。ってことでですね、こちらですね、こっちは普通の水、こっちはクラコですね、奈良農場から提供していただいた、それを原液で入れて、ちょっとここで根の生育の実験をしたいと思います。レッツゴー。はい、こちらクラコ、こちらはいつもの活力液ですね。はい、右側にいつもの活力液をたっぷりと、はい、このぐらいですね。左側にクラコをたっぷりと、はい、入れておきます。はい、このように鉢泥に日光が当たらないようにしておきます。これで 2,3 日様子見ます。楽しみです。いよいよですね、これにキュウリを吊るす紐を垂らしていくんですが、まずはこれ長さを決めちゃいます。はい、今回もですね、結構低めにピンチしたいと思いますね。これ胸のあたりなんですけど、はい、で長さは早めに結びたいので、スレスレ、うん、そうですね、
こんなもんで、はい、切りたいと思います。これでこの長さで決めて本数分ですね、切っていきたいと思います。はい、こちらが先ほど調整した紐ですね。半分折りにした幅だけ直感ぶち込んで、これクローレンのここに直感で、ここはカーテンの方パイプを利用して、はい、結びつけてます。これでいいチッという形で、これが一ベッド120本、あ、一屋根120なんで120ぐらいやっていってみたいな形でやりたいと思います。はい、120本分ですね、巻きましたのでカッターで切っていきます。そしてあらかじめ腰にはですね、このようにですね、マイカー線を結びつけておきます。はい、そして苗の正面に立ち、この真上ですね、ここに結びます。はい、下にぴったりつく感じで、ここはですね、ここ引けばですね、はい、このように取れますね。ちょうど取れた時にここが胸の位置になるように結んでいきます。本来であればですね、この安静をもっと手前に引きつけてこの真上ぐらいでやると楽なんですけど、今回ちょっと設計上困難そうなので、そういう時はですね、こちら、まあ板っぺらですね、あのそのまま踏むと足型に潰れますんで、これでやれば力が分散されていいと思います。はい、今回早めにこれ吊るすのはですね、これマルチ結構高温になりますので伸びてきてバタッて芯がジュッてなるのが怖かったんで、はい、現在8時20分ですね。この紐120本分切るのに何分かかるか測りたいと思います。はい、現在8時25分です。5分かかりますね。そしてこちら一屋根分ですね、何分かかかるか時間を測りたいと思います。はい、現在8時50分ですね。一屋根やるのに25分、まあ約30分かかりますね。はい、現在9時半ですね。3屋根終わりましたんで、ちょっとですね、晴れ間が出るとしおれ塩梅になりますんで、午前中ちょっとまた通路に出したいと思います。はい、緑肥ゾーンもしっかりチューブ貫水。そしてこちらですね、粘着板、これ金流初めて見るんですけど、多分ここツルス、ここツルスタイプ、ピーッと、はい、こんな感じです。これもですね、早めに設置していきたいと思います。ちょっとですね、うっかり忘れてたんですけど、これも早めにつけていきたいと思います。はい、こんな感じです。幅5センチ、長さ50センチみたいな感じですね。パイプに向かいます。そうやって参りましょう。パイプの収穫ですね。はい、ゴロゴロになってますね。昨日はかきした部分ですね。そして収穫終わったら間髪入れずにですね、はかきをやっていきたいと思います。レッツゴー。 MX かかかかか、昨日と同じぐらいですね。 MX 君がちょっと少なめですね。そしてですね、昨晩朝取りの会長からですね、キュウリが食べたいよってメールが入ったんで、冷やし中華を作りたいらしいんですよね。でも多分それ裏がありますよね。品質チェックをやられる感じがするんで、ちょっといい感じのキュウリを、まあ、10本15本ぐらい詰めて、今日会議があるんでお渡ししたいと思います。よし、いいものばかりを揃えましたんで、会長もさぞ喜んでくれることでしょう。本日パイプには空水だけくれます。45度、はい、ブイーン、シカカ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 カ、行って帰ってきてここまでやりました。刻んでいきます。はかきは楽しいですが、もう最後ですんで、楽しみながら明日あたりまた残り半分一作ですね、やりたいと思います。除草作業を迎えます。さあ、ペリー君一発でかかってくれよ。 OK。ロータリーを、あとこれですね、
コロコロとロータリーをこやつできれいにします。はい、こんなに草が絡んでましたね。そしてロータリーは9割きれいになりましたんで、ちょっとドライブして、オーナーの家に置き場に置いていきたいと思います。はい、トラクターの泥ですね。これは環境破壊で、これから会議がありますので着替えないといけないいけないですね。お着替えタイムですがお見せできませんよし、 JA 朝取り研究会役員会に向かいます。現在1時ですね。ずっと水出しっぱなしで結構溜まってますね。ですが金備え1号なんとかまあしおれてるっちゃしおれてますけど、この状態、あ、水溜まっちゃったから飛ばないんだ、ここ。そういうことか。あー、このように飛んでれば問題ないんですよ。水が飛ばなくなっちゃってるんですね。だからしおれるんだ。なるほど。どうすりゃいいですか。プルルピシピシニワです。ピオちゃん、本日も頑張ってまいりましょう。ピオちゃん、あっちか今日は、あっちな今日は。顔が白いの分かりますか。白いんですよ。最初はピヨピヨじゃんけんパー。じゃあた大丈夫かよ。一回ピオちゃん、ストロークが弱めだよピオちゃん。